今回ですね、初めて公開となる資料もあるということで楽しみなんですけれども、どういったものになりますか？はい、例えばですね、はい、こちらへそ石と言いますけども、これ何ですか？これポスターにも載ってたんですけれども、今からですね、約2000万から3500万年前、はい、の地層で相模湖層群というのがですね、はいはい、田代の道の入沢に分布してるんですけども、はい、そこからですね、はい、出たというふうに言われている、ものです。岩石ですね。岩石、はいはい、でへそというのがですね、はいはいはい、こちら見ていただけますかね。あ、丸い石の真ん中にぽっちりがあると思うんですけども、はい、へそですねこれね、はい、この部分何だと思います？何ですか？そうですね、これ、実はですね、はい、生き物の住んでいた巣穴じゃないかというふうに言われてるんですね。巣穴、それで生きていた跡ということで、生痕化石っていうんですけど、生き物の痕跡が化石になったものっていう、はい、でこれを中心にこう、はい、石ができてくるという化石化するっていう、あ、2500万年とかそれぐらいかけてここまでなったということですね。はい、こちらのへそ石はですね、海老名市在住の方から、はい、寄贈していただいたものです。なるほど。この方はですね、はい、中津川をずっとですね、相模川に合流して、はい、海の方に行くまでずっとこのへそ石を調査してこられた方なんですね。あ、これはでも大変貴重なへそ石ですね。そうですね、今回はい、昆虫の標本も出てきました。ますとですね、あ、これいっぱいいますね、クワガタとか、はい、この白筋コガネ、真ん中の、はい、白い筋が入っているコガネムシですけども、はい、こちらはですね、通常海岸の松林で見られるコガネムシの仲間なんですけども、はい、最近神奈川県ではですね、すごく松枯れなんかの影響で少なくなってるんですね。あ、で県のレッドデータブックを見ますと、絶滅危惧2類というのに指定されています。はい、確かに見たことないですね。はい、資料館でもですね、町の昆虫をずっと調査してるんですけども、はい、私もまだ見たことがありません。はい、でおそらくですね、この標本は愛川町で採集されたもので、はい、初めてのものじゃないかと思います。でも藤田さんが採集されたことがないということは、誰が採集したんですか？ですね、これはですね、半原に住んでらっしゃる高校生の方、はい、虫好きの方がいらっしゃるんですけども、高校生の、はい、その方がですね、はい、2013年に採集されたものです。でそれを町に寄贈してくださいまして、今回公開させていただくことになりました。うん、どこで見つけたんでしょうかね、こんなのね。これは公開していいんでしょうかね。言えないことですよね。わかりました。そうですね、半原ということで、半原で見つけた、はい、じゃあ本当に貴重ですね。そうですね、私どうしてもクワガタの方に行っちゃうんですけど、クワガタもですね、はい、クワガタ、この中ですとこれは全部愛川町で見られるクワガタなんですが、これミヤマクワガタがね、愛川町で見られるっていうのはこれ私初めて知ったんですけれども、ミヤマクワガタいるんですか、愛川町に？います、います。山の方ですけどね、はい、仏花山ですとか京ヶ岳の中津山、あ、山の中ね、中心ですかね。はい、なるほど。あとこの中ですとやっぱ平田クワガタが、はい、少ない。ヒラタは結構人気ありますよね、子供の間でね、ヒラタヒラタって言って、あまり少ないということで。そうですね、私も愛川町ですと3匹ぐらいこれまでに見たことがありますかね。それぐらいしか見たことがないということで。もともと南の方に住んでるクワガタムシですので、はい、そうなんですね、はい、北に行けば行くほど少なくなっている種類です。はい、この辺りもだからそんなにないですね。うん、このアカアシクワガタっていうのも珍しいですよ ね、 ですね、山の方のクワガタですね。はい、歯のところが特徴的な形してますよね。そうですね、はい、あと赤足っていうぐらいですから、足が赤いんです。赤いですね、はい、こんなクワガタもじゃ山の方にいるということで。そうですね、はい、分布の中心はブナ帯といいまして、この辺りですと標高が1000メートルぐらいより上がブナ帯になるんですけども、はいはい、この辺でも山の方にしかいないんですね。なるほど、希少な生物がたくさんいます。そうですね、先ほど絶滅危惧種という言葉が出たんですけれども、他にもそういった展示はあるんですか？そうですね、はい、こちらをご覧いただきたいんですが、これ何ですか？これ日本犬のひげというですね、日本犬のひげ、水田に生える、はい、干し草の仲間なんですけども、あ、でもこんなの見たことないですね。
こちらはですね、はい、神奈川県では絶滅したというふうに言われてたんですね。絶滅、はい、はい。それがですね、はい、2011年ですね、はい、トンボを専門にされてる方なんですけども、はい、田んぼの生き物にも詳しい方が、はい、見つけられまして、あ、当時発見された時は、はい、植物愛好家の間ではかなり噂になったみたいですね。そうですか。噂になったみたいです。絶滅種の再発見という形ですね、はい、素晴らしいですね。ただですね、この標本が得られたですね、はい、翌年はまたなかったみたいなんですよね。じゃあ今は今のところこの標本しかない、ね、この標本でしか確認ができないということで、そうなんです、これもじゃあ貴重な資料ですね。そうなんです、はい、まだあるといいんですけども、うん、